豊臣秀吉対織田信長じゃ。でも秀吉負けろ。だ。大嫌いです。やってみてください。まあ、豊臣秀吉今嫌われてたね。大嫌いです。奥さん、子供全員将棋とか、なーに頭いかれてんじゃねえで。さあ、そんなこんなで、非常に織田信長、豊臣秀吉嫌われております。見てみましょう。織田信長が死んだ後、中国大返しで明智光秀を倒しましたね。後に天下統一して関白となります。日本の支配者となります。過去のバトルでは、豊臣秀吉対加藤清正、織田信長対豊臣秀吉、豊臣秀吉対坂本龍馬、豊臣秀吉対エジソン、フンヤの康秀対豊臣秀吉、お市の方対豊臣秀吉、徳川四天王対豊臣秀吉、豊臣秀吉対アンパンマン、豊臣秀吉対サムライジャパン、豊臣秀吉対真田信繁と戦ってきてます。さすが有名人。回数。はいよ。豊臣秀吉って天下統一したなら天皇陛下も従わせたんですか？いえ、従わせてないですね。じゃあ天下統一じそゃれがない。日本の歴史の面白いところです。天下統一しても天皇は天皇として存在する。それが日本の歴史の面白いとこなのです。おおお。では、織田信長は新朝後期に記録は残ってます。小さい時はうっつけ者、大バカ者とね、呼ばれていました。桶狭間の戦いで今川義元を倒して頭角を現し、長篠の戦いでは武田勝頼を鉄砲をうまく使ってね、倒します。最後は天下統一を目前にして本能寺で死んでしまいます。さあ、それでは、まだ過去のバトル、織田信長対徳川家康、最後高森対徳川、織田信長、織田信長対坂本龍馬、織田信長対豊臣秀吉、織田信長対劉備玄徳、織田信長対甲胄諸葛亮孔明対織田信長、織田信長対中堅八高斎藤道三対織田信長、松平容保対織田信長、織田信長対ハリーポッター、織田信長対ひこにゃんヒトラー対織田信長と戦ってきてどます。んな。では予想してもらいましょう。豊臣秀吉が勝つと思うでしょう。じゃあ、織田信長が勝つと思う人。はい、もうかなり感情がこもってま見すてほね。しい。勝ったらこの世の終わり。終わるんですか？ダーン。はい、でいくぞ。豊臣秀吉、天下統一2000万石、HP は2000万。織田信長は天下統一の途中、600万石、HP は6。マンゴクって何の単位ですか？はお米の単位です。お米の量ですね。おなんで米。お米で天下統一が決まるんですか？いい質問ですね。それはね、昔はね、例えば、豊臣秀吉の領地からお米がどれぐらい取れてたかっていうので、広さ、強さを表すんですね。だ豊臣秀吉の土地からは、毎年2000万石のお米が取れる。それだけお金持ち。織田信長の土地からは、毎年600万石のお米が取れる。それぐらいのお金持ち。というふうに測るんですね。わかりました。収入がわかるんですよ、これで。なるほど。そう、土地ってさ、広ければいいってもんじゃなくて、米が取れないと意味がないんだよね。米が取れない土地って広くても狭くてもいらないじゃん。広かろうが狭かろうが米が取れる方がいいということで、米で昔はね、土地の広さ、ね、強さを測ってるんですね。それが万石です。江戸時代にもよく出てくるんでね、しっかりと掴んでおきましょう。いい質問でした。では、始めるにゃーん、ドン。おととき対決。どっちも得意です。戦いはドン。豊臣秀吉、泣かせてみせよう、ホトトギスって自分が泣いとるやないかーい。攻撃力は100。織田信長は、殺してしまえ、ホトトギス。怖っ。怖ー。攻撃力は1000。これ昔から有名な話ですよね。織田信長と豊臣秀吉と徳川家康の性格を泣かないホトトギスで表した。織田信長は短気なので、泣かぬなら殺してしまえホトトギスと言うんじゃないか。秀吉は工夫をする性格なので、泣かぬなら泣かせてみせようホトトギスと言うんじゃないか。家康は我慢強いので、泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスと言うんじゃないか。という言葉が昔からあります。というわけで、織田信長の攻撃で、ドーン、豊臣秀吉に1000のダメージ。じゃあ次の戦いは、ドン。おし。大阪城対安土城か。ああ、ドン。硬い。大阪城、硬いぞ、強いぞ、大阪城。防御力は
せん。な織田信長は、とか。おしゃれ。安土城おしゃれだぜ。防御力は100。ん？ああ、二人とも防御してる。二人とも守ってる。どっちも攻撃してないので。このターンは引き分け。だって攻撃してないもん。なんじゃこりゃ。じゃあ、最後の戦いは？ダーン。城攻め。水攻め、城攻め力は？ダーン。うまい。豊臣秀吉は城攻め得意。よし、いろんなおこれで城切にりつ対けしちていろいろと工夫をして攻めていきます。攻撃力は1000。じゃあ、織田信長は、ドン。下手い。今以上、織田信長は城攻めが上手じゃありません。なんかいつもね、うまくいってない感じ。攻撃力は100止まり。ということは、はい、残念。今日の勝負、豊臣秀吉の。よあ、し。待った。出た。たー、これが終わった。二人の関係は、バーン、家臣。豊臣秀吉は家臣だから逆らえない。攻撃力はゼロ。おでとなも、さあまげてです。軍またあ人げでて命次。令するにゃー。攻撃力は千。お殿様、主君の織田信長の攻撃じゃ、とか。というわけで、最後は権力でねじ伏せました、織田信長。さすがは主君。というわけで、よかったですね。ニャーが勝ちましたよ、ニャーが。今日はね、ほら、ニャーが勝った。ニャー。というわけで、次回もまたお楽しみニャー。はい、では、チリ。